どこに行くんだ？どーんと行きましょう。草原は風が気持ちいいし、お散歩するにはちょうどいいよね。欠点はお宝がないことくらい。見つけた。よいしょ。私が行こうか。楽勝楽勝。みっけ。どこに向かいますか？どーんと行きましょう。牛は栄養価が高いと聞いたことがあるが、今は無理に食べる必要はないな。てやん。えい、やった、火薬だ。でも、火薬は少しだけにしよう。みっけ。うん、これでいいのか。随分と大量の水が必要なのだな。これで何を作るのか楽しみだ。どりゃー！糸って採取できるもんなんだな。てか、これ何の糸だよ。石ってマジで石じゃねえか。よいしょ。持って帰るの大変なんだぞ。ったく。お、これって素材だよな。絡まるよりも細くて切れてしまいそうだ。てやっ。ああ、私はお茶の手を置いてこい。当たれ。援護させて。ええ加減したつもりなんだがな。どこに向かう？護衛は任せてくれ。うん。これなら楽勝だね。私なら弱点を引き取る。はずくらったよ。手加減したつもりなんだがな。したつもりなんだがな。見つけたかも。私やらせて。せーの、これで
これでいいのか。とん！てやっ！よし、これなら。これって素材だよな。どこに向かいますか。よし、行こう。うん、出発。どんな依頼が。ありがとう。これあ、ノーム君、大丈夫。あ、ソフィーさん、すみません、ぼーっとしちゃってて。カティさん、今日も働いてないんだね。本当、文句の一つくらい言っても許されると思うな。そんな気はありませんよ。僕はここで働くのは大好きですし。それにカティさんはあのままでいいんです。あんなに堂々とサボってるのに本当に全然怒ってないの。はい、むしろ憧れます、あんな風に常に余裕を持った生き方に。本当、いつ見ても絵になる人だな。え？実はその僕、ずっと前から絵を描いてみたいなって思ってたんです。そうなんだ。ノーム君ってどんな絵を描くの。今はとにかくいろんなものを描く練習をしています。こっちに来てからやっと始められたので。そっか、私も描き始めの頃はとにかくいろいろ描いて練習したな。ソフィーさんも絵を描かれるんですか。うん、錬金術のレシピって文字だけじゃなくて絵で描かないといけないところもあるからね。そうなんですか、すごいな。錬金術だけじゃなくて絵も描けるなんて。僕ももっとたくさん描こう。描きたい人を自信を持って描けるくらいに。どこに向かう。よし、さてと、道を塞ぐ水晶を壊す道具か。どうしようかな。爆弾じゃちょっと威力が足りないかも。道を塞ぐほど大きな水晶だし。では威力を上げてみてはどうですか。洞窟の中じゃ危険だよ。下手したら生き埋めになっちゃうかもしれないし。何かこう瞬間的にドカンと衝撃を与えられるような道具が作れるといいんだけどな。そっか、衝撃を一箇所に集中できれば周りを崩さずに壊せるかも。うん、なんとなく答えは見えてきたような。もう少し何かヒントがあれば。頑張ってくださいね、ソフィー。ひらめいた。新しいレシピ出来上がり。作れるものが増えたみたい。新たなレシピを習得します。こんなところでどうしたんですか。町の中とはいえ夜中に一人で出歩くのは感心しませんね。あなたも昔はやったんでしょ。どうでしょうね、覚えていませんので。
そうでしたね。それにしても変わった人ですね。過去の自分の姿にあれほど恥じらいを感じながら、こうして二人きりで会いに来るなんて。はい、あなたと出会った直後であればこんなことは不可能だったでしょう。ですが、もう慣れました。平気です。そうですか。それを聞いて安心しました。将来私も我慢する羽目になるかと思ったので。まあ、このことを覚えてはいないのですがね。それは少し残念です。あの、ソフィーはすごい人ですね。あんなに錬金術の腕も発想力もすごい人は未だかつて見たことがありません。それは当然でしょう。師匠がいいのですから。けど普段のソフィーからはそんな凄さは微塵も感じられません。恐ろしくズボラで、部屋の片付け一つできない困った人にしか見えませんから。なのに誰かのために何かを成し遂げようとするときには別人のように真剣になります。誰かのために錬金術を使うこと、役立ててもらえること、彼女はそのことを心から嬉しく思っています。そしてそのためなら迷いなく行動します。そうですね。私は本当にあなたのようになれるのですか？教え子をあそこまで人のために錬金術を使うことに喜びを感じられる人に育てることが。それは誤解ですよ。私が教えたのはあくまでも技術だけです。誰かのために錬金術を使いたい、その力で喜んでもらいたい、その思いは彼女の生まれ持った才能です。それを錬金術師であった彼女の祖母が大切に育んでいった結果なのでしょうね。ソフィーの祖母ってラミゼルが？私は錬金術師の師としてソフィーに様々な知識や技術を教えました。ですが彼女の根源にはラミゼルの姿がある。今も昔も、そして間違いなくこれから先も。近くで見ていたあなたもそれを感じたのではありませんか？その通りです。私にはそれがないからでしょうか。誰かのためにという強い思いがありますよ。あなたの中にも、あなた自身が忘れている強い思いが今もしっかりとあなたの中にあるはずです。考えてみれば、かつて私もあなたのように悩んでいた時期がありました。ですが、どうしてその思いを吹っ切ることができたのか、それが思い出せません。もしかしたらこの世界でこれから経験することがそのきっかけになるのかもしれませんね。この世界でですか。ソフィーやラミゼルとの出会いが私の悩みを解決してくれるのだとしたら、それはすこぶる素敵な話ですね。この流れでそれを言いますか。本当に気に入ってるんですね。使わなくなったことが信じられません。とってもかっこいい大人の言葉だというのに。なんであれ、
これから先あなたに訪れるであろう天気がどんなものか私には分かりません。ですがどうか頑張って乗り越えてください。自分で自分にお願い事ですか？ほんと不思議ですよね。本当に。ああ、それともう一つ、大人な言葉だと思って使っている言葉が間違いだということに気づく日が一日でも早く来ることをすこぶる願っていますよ。笑わせないでくださいよ、もう。さっきのお返しです。とりあえず入れてみる？
いいこと残りそうな予感。なるほどね。なるほどね。とりあえず入れてみる？悪くないかも。さて、どう料理しようかな。悪くないかも。悪くないかも。グルコーン、グルコーン。とりあえず入れてみる？とりあえず入れてみる？さて、どう料理しようかな。うん、まあ、こんな感じか。一気に仕上げるよ。できた。何を作っちゃおう。隠し味はっと絡めてでいこう。まずはあれから。いや、それとも、分かってしまうのがすごいですね。だって大きな水晶を壊すために作ったハンマーなんだし、これならどんなに大きな水晶でも一撃粉砕間違いなしだよ。それは楽しみです。では早速洞窟へ向かいましょう。世界中には
うまい料理がたくさんありますからね。どこの国の料理でも完璧に作ることのできる、そんな料理人がいたらすごいと思いませんか？いい、とっても素敵だと思う。私も美味しい料理は大好きだし。だったら後で俺の店に来てくださいよ。うまい料理ごちそうしますから。一の歌手になりたいと思っているんです。 でも私すごい上がり症でまだ人前で歌えないんです。そうなの？じゃあ私にだけ聞かせてほしいな。え、ベルビーラ様が聞いてくれるんですか？うん、私一人だけならそんなに緊張しないと思うんだけど、ダメかしら？とんでもない、光栄です。私一生懸命歌いますね。よかったね。え、あの子はずっとみんなと夢について語り合いたがってたの。その夢がやっと叶って本当によかったわ、なんて。母親でもないのにね。うんうん、でもちょっとだけ羨ましいな。ならソフィーも甘やかしちゃおうかしらね。いいじゃんソフィーさん、うんと甘えちゃいなよ。そうだな、祖母に甘えるのは普通のことだ。祖母とか言うんじゃないわよ、まだ20代なんだからね。夢か。オリアス、何を見てるんですか？ああ、お守りだよ。ガキの頃、故郷の妹にもらったものでな。まあ、そこらに落ちてた綺麗な石で作ったものだから、ご利益なんて大層なもんはねえだろうが。優しいんですね。まあ、わざわざこんなもんを作ってくれるようなやつだからな。いえ、あなたがですよ。落ちてた石で作られたお守りを今でも大切に持ってるんですからね。どんなもんであろうとお守りはお守りだからな。おっしゃ、ほらみんな行くぜ。急に張り切っちゃって変なの。どこに行こうかな。ふんふふんふふん。アレットちゃん、ご機嫌だね。まさかまた変な古文書買い取ったんじゃ。ああ、古文書はもうダメ、リスク高すぎだから。やっぱり今も昔も価値あるものは美術品だよね。美術品？絵とか壺みたいなの？大正解！っていうか、まさにすっごい価値のある壺を買ったんだよ。って言っても、それを売ってた人からしたらなんてことない普通の壺なんだろうけど、私の時代から見たら歴史的価値のある古美術品だったんだ。そっか、いろんな時代の人がいるからそういうのも手に入りやすいのか。いいところだよね、エルデビーゲって。元の世界だったら人財産吹っ飛んでたと思うよ。なのにここじゃ夕飯買いに行った帰りに寄った雑貨屋で気軽に買える値段で売ってるんだよ。すごすぎてなんかもう言葉にできないよね。そうだね、生まれてくる時代が違うだけで価値観違いすぎだよね。それよりそんなすごい壺なら私も見てみたいな。どんな壺なの？
あー悪いけど今はダメなんだよね。あの壺箱に入れて倉庫にしまってあるんだけど、貴重すぎるからさ、出してくるの怖くて手を滑らせたらとか考えちゃってさ。そっか、見てみたかったな。でも私ももう一度状態確認したいから見に行かないといけないんだけどね。何日か心を落ち着かせたら見に行くつもりだから、その時はソフィーさんにも声をかけるよ。どこに行こうかな。頑張ろう。いらっしゃいソフィーさん、ゆっくりしてってね。あれ、なんかいつもよりご機嫌だね。何かいいことでもあったの？まあね、実は常連のお客さんが元の世界に帰ったんだよ。そうなんだ。でもそれ嬉しいことなの？寂しくはあるけど、元の世界に帰るっていうのは夢を叶えるための準備ができたってことだからね。それに帰ったら僕の一族が暮らしてる村を訪ねてくれるって約束もしてくれたんだ。これで少しでも僕の一族繁栄計画が進めばいいんだけどね。それどんな計画なの？初めて聞いたんだけど。ああそっか、ソフィーさんにはちゃんと僕の一族のこと話してなかったよね。僕の一族はちょっと変わっててね、人里離れた山奥に小さな村を作って暮らしているんだけど、ずっとそんな生活をしてるからかな、年々一族の数が少なくなっててね。それをどうにかしたいと考えて、僕は村の外から人を連れてきて村を発展させようと考えたんだ。それ大丈夫なの？村の外の人って受け入れられないんじゃ。人里離れたところに暮らしてはいるけど、外の人を拒んでるわけじゃないんだ。ただ生まれた地を大切に思っているから、そこを離れたがらないだけなんだよ。つまり僕みたいなのは一族にとって異端ってわけだね。けどそんな暮らしをずっとしてるからさ、僕の一族の存在を知らない人が多いんだ。だから少しでも多くの人に僕の一族のことを知ってもらえば交流が増えると思うんだ。そうなれば一族の人と初対を持って一族繁栄のために一役買ってくれるかもしれない。人が増えれば僕たちみたいに伏線を使える子だってもっと増えると思うしね。そうだったんだ。ピリカさんの一族がそんな大変なことになってたなんて知らなかったよ。でもそれならエルデビーゲじゃなくて元の世界で集めた方がいいんじゃないかな。いや、こっちの方がいいんだよ。ここならいろんな時代のいろんな場所で暮らしてる人たちに知ってもらうことができるからね。そっか、確かにここならそれができるんだ。これくらいのことしないと僕の一族は近い将来途絶えちゃうと思うからね。それでもこの世界で会った人の中で僕の一族について知ってたのソフィーさんだけだったし、それだけ知られてない本当に小さな一族なんだ。だから絶えないようにやれることは全部やりたい。一族を繁栄させること、それが僕の夢だからね。どこに行くんだ？うん、出発。あれ、アトリエにいないと思ったらここに来てたんだ。はい、少しお腹が空きましたので。プラフタってよくここで食べてるよね。もしかして料理が苦手だったりする？できないわけではないですが、作れる種類は限られています。ですがここへ来れば食べたい時に食べたいものを
すぐに食べることができるんです。とても幸せなことです。食事ができるのはとても幸せなことなんです。そういえばプラフタの故郷って干ばつで苦しんでいました。まともに食べられるのは土芋くらいでしたね。こんなにもいろんな食材と料理を楽しめる日が来るなんて本当に幸せなことです。食べたい時に食べたいものを食べられる、当たり前だと思ってたけど幸せなことなんだよね。プラフタさん、ありがとうございます。僕の作った料理を褒めてくれて。いえ、事実を言ったまでです。ノーム君の料理はどれも美味しかったので。あの、お礼にデザートをご馳走させてもらってもいいでしょうか。褒めていただいた僕からの感謝の気持ちです。ご迷惑でなければですが。あ、いただきます。ありがとうございます。すぐに持ってきますね。不思議なものですね。ノーム君のような理系の男性を前にすると不思議と緊張と鼓動の高まりを感じてしまいます。それって恋？いえ、思春期特有の感情でしょう。異性を過剰に意識してしまうあれですね。まったく厄介な感情です。錬金術でどうにかできればいいのですが。思春期のプラフタか。プラフタにもちゃんとあったんだな。ねえねえ、どこ行く、どこ行く。さあ行くとさ。ソフィーって旅の途中だったのよね。うん、そうだけど、それがどうかしたの？いや、故郷の町に恋人とか待たせてるのかなと思ってね。え？いないいない、そんなのいないよ。っていうか、よくわかんないし。わかんないって。あのね、せっかくそんなに若くて可愛いんだから、わからないなんてもったいないわ。ソフィーなら探せばすぐ見つかると思うけど。でも今は公認錬金術師になるための修行に力入れたいし。で、その後はもっと錬金術のことを勉強したいとか言い出すんでしょ。それじゃあナミゼルさんの方はどうなの？恋人がいるようにも見えないけど。私、こう見えて恋愛小説が好きでね。知識だけはソフィーの何倍もあるんだから。恋愛小説、私読んだことないかも。え、読んだことない？さすがにダメでしょう。そういうの読んでおかないと恋愛のときめきとか憧れとか学ぶことできないんだからね。貸してあげるから読んでみて。大丈夫かな。私読み切れる自信ないんだけど。大丈夫。恋愛小説はお菓子みたいなものだから、読み始めれば夢中になって読み進められるわ。それに何でも見ておかないとね。知見を広めるのも錬金術師には必要でしょ。うまく言いくるめられてるような。でも、とりあえず読んでみるよ。どこに行くんだ？よし！ソフィー、いるか？あ、ディーボルトさん、どうかしたんですか？話しておくべきことがあってな。少し時間をもらえないか？
この前はみっともない姿を見せてしまった。申し訳ない。 いえ、けどちょっとびっくりしました。あんなディーボルトさん初めてだったから。すまない。ピリカが言ったことは正しい。私はもう一度騎士に戻りたいと思っている。それなら戻るべきですよ。ディーボルトさんはすごく立派な人なんだし。だが同時に私はこうも思うんだ。騎士に戻ることに何の意義があるのかと。どれだけ誓いを立てようと、人々のために戦おうと、雇い主の意思一つで追いやられてしまう。騎士とはなんと脆い存在なのだろう。それを思うと、命がけで騎士をすることに対し何の意義も感じられなくなってしまったんだ。それが騎士を辞めた理由なんですね。そうだ。そしてその気持ちは今も変わっていない。だから私は一生騎士には戻れない。用心棒としてここで生きていくのがお似合いなんだ。これが私の本心だ。時間を作ってくれてありがとう。感謝する。嘘だよディーボルトさん、本当は騎士に戻りたいって思ってるはずなのに。なんとかしてあげたいけど、どうすればいいんだろう。ねえソフィー、私たちって気が合うと思わない？どうしたの急に。いやね、ソフィーとなら息の合った動きができると思うの。だからさ、何か二人で使える必殺技を考えてみない？私とラミゼルさんの必殺技？ええ、まあソフィーが良ければだけどね。それやりたい。ラミゼルさんとだったらきっとすごい技が伝えると思う。賛成してくれてよかった。一応考えてきたんだけど、これすごく素敵な技だね。みんなを守るための技なんて、なんかラミゼルさんらしい感じがするよ。こらこら、ソフィーだって一緒に使うんだから、そのこと忘れないようにね。あ、そうだった。うっかりさんなんだから。どこに向かいますか？よっ、しかしソフィーはすげえよな。こんな釜からいろんなものを作っちまうんだからよ。えへへ、ありがとう。でも私もまだまだ勉強中なんだ。俺には十分立派な錬金術師に見えるけどな。私のおばあちゃん立派な錬金術師だったの。だから私もそんな錬金術師になりたくて。けどオリアスさんがバッて言ってくれてるなら、少しずつ近づけてるのかもしれないな。ばあちゃんみたいな錬金術師。夢や希望にあふれてる若者は輝いてるね。若者ってオリアスさんとそんな変わらないと思うけど。ああ、まあ見た目はな。オリアスさんの夢はやっぱりあれかな、すっごい用心棒になるとか。いや別にないな。あれ違った？じゃなくて、俺様には夢とか希望ってやつ、そういうのマジでねえんだよ。え、ないの本当に一つも？
夢なんかなくても見ての通り俺様は十分に輝いてる存在だからな。夢を超越した領域にたどり着いた存在である俺様に夢や希望ってのは不要なものなのさ。確かにオリアスさんを見てるとそんな気がしないでもないかも。それでも何かやりたいことくらいはないの？新しいことへの挑戦みたいなのとか。やりたいことか、それもねえな。俺様は用心棒をやってる今の自分が最も輝いてると感じるからな。つうわけだからさらに輝きを増してくるぜ。じゃあな。オリアスさんくらい自信満々だったら確かに夢とか必要ないのかもしれないな。どこに行くんだ？あの、ごめんください。ソフィーさんはいらっしゃいますか？あれ？ノーム君？アトリエに来るなんて珍しいね。すみません、急にお邪魔して。実は、ソフィーさんにお願いがあって来たんです。お願い？はい。あの、僕に絵を教えてください。はい、すみません、突然変なお願いをしてしまって。ううん、それは構わないんだけど、でもどうして私に？はい、僕、趣味で絵を描いてはいるんですが、どうしてもうまく描けなくて。なので、ソフィーさんに教えてもらおうかと思ったんです。頼ってくれるのは嬉しいけど、私も絵はレシピでしか描いてないし、それに人に教えられるほど詳しくないの。そうですか、すみません、無理なお願いをしてしまって。あの、よろしければ私が代わりに教えましょうか？え、本当ですか？はい、ただ教えるにしてもまずはノーム君の現在の実力を見せてもらってからですが。あ、はい、昨日の夜描いたものを持ってきました。あっ、これは、どこに向かう？よ。それで、町のみんなとはちゃんと話せてるの？うん、みんな怖がらずに私と話してくれるの。普段どんな話をするの？大体は夢のことかな。ずっとみんなと夢について話したかったから。けど夢以外にも面白いお話をみんなたくさんしてくれるの。エルデビーゲにはないもののこととか、ここで勉強して覚えたことについてとか、あと背中の羽を褒めてもらったの。キラキラしててとっても綺麗だって。いろんな人がいろんな話をしてくれるのがとっても嬉しいんだ。この前まで話し相手は私だけだったものね。ただね、その…わかってるって。もっとたくさんの人と話した方がいいわ。人はみんな違うんだから、一人でも多くの人から話を聞くこと。そうやってみんなのことを知っていけば、神様としても成長できるはずよ。そっか。それなら私、もっともっとたくさんの人とお話しするわ。だってもうみんなと話すの怖くないから。ラミゼルさん、よかったね。ええ、まさかエルからこんな言葉が聞けるなんて夢みたいだわ。
どこに行こうかな。隅々まで探索。錬金術師の目には私たちとは違ういろんなものが見えてるんだろうな。えい、てや、えい、お、素材発見。てや、この調子でどんどん集めるわよ。てや、えい、あ、そうか。えいや、なんて叫べないのよね。錬金術師にとって虫って素材の一つだし。と、見つけた。てや、植物は採取した後が大切です。腐らせないように持ち帰らなければ。バサーン、ほいっと。えい、てや、機体は簡単に取れて軽いのがいいですね。まあ、大きくはなってしまいますが。これを持って帰んのか。たく、俺様は荷物持ちじゃねえぞ。そうね、そうね。花なんて、あら、かわいい。弱点っぽいの見つけたかも。私にやらせて。これでバッチリだよ。そ、絶対奴。ちょっとや、ま、こんなもんかしら。えい、いよいしょ。てや、これなら楽勝だね。そこが弱点か。私が行こうか。これを使おう。当たれ。何やって手加減したつもりなんだがな。てや、みんな火器厳禁だよ。本当にダメだからね。と、中身は何だろう。素材としてだけじゃなくて、小腹が空いた時にもいいんだよね。えい、えい、えい。表面に穴がないか確認してね。えい、虫入りなんて絶対に嫌よ。せーの。これはいい鉱石だ。今度火事で使ってみるか。石は何かとよく使う素材です。そう、絶対に持って帰りましょう。てや、これでいいのか。てや、いい素材が手に入りました。絡まるよりも細くて切れてしまいそうだ。てや、慎重に採取せねばな。てや、てや。どこに行くんだ。新しい道具作れるようになりましたよ。護衛は任せてくれ。ここ危ない。見回せば何かしら新しい発見がある。錬金術師。ちょっと気を引き締めないと。オーラの弱点、あそこを狙えば壊せるかも。あ、弱点っぽいの見つけたかも。私にやらせて。僕らいな、
守ってみせる。オリアさん、後ろは任せてください。おくらいな。どこからでもかかってこい。連携攻撃だ。逃がしたしねえよ。イカズチを指を貫け。
てやんてやん。お、素材発見。この調子でどんどん集めるわよ。てやん。バサーほいっと。これでいい。向かいますか？うん、出発しよう。どの依頼を受けよう。材料をありがとう。このありがとう。どこに向かいますか？よーん、新しい道具作れるようになりましたよ。どれにしようかな。何を作っちゃおう。どれを作りましょう。どれにしようかな。触媒はどれにしよう。材料はっと。
どこに向かう？どこに行くんだ？よし、どれにしようかな。クラフト交代。はい、引き受けます。触媒はこれでどうでしょう。さて、どこから取り掛かりますか？取り掛かりましょう。釜は海、素材は地。これは期待できそうですね。ソフィー、少々相談なのですが。行くぞ、プラスター。続きます。これは期待できそうですね。はあ、順調ですね。勝負はここから。これで素晴らしい。予想以上の反応です。素晴らしい。手伝うわよ。はい、この調子です。これでいいでしょう。このよ、最後まで気を抜かずに完成です。素晴らしい道具ができました。どれを作りましょう。触媒は材料を選びましょう。どの触媒にしましょう。どこから取り掛かりますか？さて、どこから取り掛かりますか？はあ、順調ですが、勝負はここから。これは期待できそうですね。素晴らしい。これは期待できそうですね。釜は海、素材は地。素晴らしい。素晴らしい。予想以上の反応です。予想以上の反応です。はあ、順調ですが、勝負はここから。これで。ふむ、そうきますか。これは期待できそうですね。ここにしましょう。これで、これで、これは期待できそうですね。いい調子です。プラスター、頑張ろう。まさか、こんな反応が。ここにしましょう。これは期待できそうですね。
これは期待できそうですね。行くぞ、クラフター。続きます。これで錬金術の神王、いつか必ず。錬金術の神話、このようでは仕上げましょう。完成です。会心の出来ですね。どの触媒にしましょう。どの材料にしましょう。どこから取り掛かりますか。さあ、調合開始です。素晴らしい。これは期待できそうですね。ここにしましょう。錬金術の神王、いつか必ず。素晴らしい。これは期待できそうですね。手伝うよ。もちろんです、ラミゼル。これで順調ですが、勝負はここから。これでここにしましょう。予想以上の反応です。興味深い。もう十分ですね。これでいいと。最後のデッキを抜かずに完成です。会心の出来。また腕が上がりました。ソフィー、頼みましたよ。うん、任された。どれにしようかな。触媒はどれにしよう。絡めてでいこう。うんうん、なるほど。よし、始めよう。ここにしよう。ここにしよう。ここにしよう。悪くないかも。これはここ。どの特性にしよう。とりあえず入れてみる。グルコーン、グルコーン。
てみる？悪くないかも。グルコーン、グルコーン。グルコーン、グルコーン。悪くないかも。いいこと残りそうな予感。私も手伝うよ。私も負けてられないよ。うん、いい感じ。とりあえず入れてみる？ここにしよう。ここにしよう。これくらいにしとこうかな。これはここ。うん、いい感じ。悪くないかも。すごいのできちゃうかも。なるほどね。どの特性にしよう。どの特性にしよう。ふんふんふん。これでイパパッと仕上げた。これで完成。どれにしようかな。どれにしようかな。隠し味はっと。隠し味はっと。それとも、よし、始めよう。うん、いい感じ。これはここ。すごいのできちゃうかも。悪くないかも。力を貸そう。ありですね。ここにしよう。さて、どう料理しようかな。とりあえず入れてみる？いいこと起こりそうな予感。俺様に任せとけ。お、大胆。いいこと起こりそうな予感。これでどうだ。お、大胆。さて、どう料理しようかな。これでどうだ。お、大胆。これはここ。ここにしよう。そうなるんだ。うん、こんな感じ。一気に仕上げるよ。いた。何を作っちゃおう。どれにしようかな。触媒はどれにしよう。触媒はどれにしよう。まずはあれから。いや、それとも、よし、始めよう。うん、いい感じ。これはここ。いいこと起こりそう。
ないかも。いいこと起こりそうな予感。これはここすごいのできちゃうかも。とりあえず触れてみる。いいこと起こりそうな予感。力を貸そう。ありですね。これはどうだ。ありですね。どうだ。ありですね。試してみたいのだな。ああ、なるほど。どの特性にし、こんな感じで一気に仕上げるわ。できた。すごいのできちゃった。どれにしようかな。隠し味はっと、こういうのもありかな。まずはあれから。いや、それとも、よし始めよう。悪くないかも。すごいのできちゃうかも。私も負けてられないや。これはここ、悪くないかも。私も手伝うよ。私も負けてられないや。すごいのできちゃうかも。こんな感じかな。パパッと仕上げちゃう。これで完成。いいんじゃない。これどれにしようかな。何を作っちゃおう。
ージもっと。触媒はどれにしよう。さあ、何を。私は強い。さらなる。はい。強くなっちゃうわよ。新たに。さらなる。やってやるぜ。さすが俺様。私は。新たに。はいはい。お勉強の時間ね。行こうかな。出発ですね。ふっふん、こんにちは、ソフィーさん。どうしたの、ピリカさん。なんかすっごいドヤ顔なんだけど。ふっふっふ、どうやら僕はとうとう眠気を克服したみたいなんだ。眠気の克服？うん、今もいつもと同じように微妙に眠気を感じてるんだけど、なんかもう寝るほどじゃないんだよね。これが僕の当たり前の状態になってきててさ。大丈夫なの？なんだか体にも悪そうだし。大丈夫大丈夫、毎日睡眠時間はたっぷりとってるんだし。それに万が一のことも考えて眠気防止の飲み物や酸っぱい飴玉とかも用意してるしね。克服したっていう割には準備万端すぎるような。そりゃ余裕ぶっておいて寝ちゃったらさすがにかっこ悪いしね。第一、寝すぎだって体に毒だろうし、まあやれるだけのことしとかないとね。そっか、夜もちゃんと寝てるならさすがに寝すぎだよね。でもあんまり無理しちゃダメだよ、眠い時に動くのは危ないからね。あれ、ピリカさん？寝てた？思いっきり寝てたよ。慣れたとか言ってたのに。あ、でもさ、声かけられたら起きたでしょ。それならセーフだよ、セーフ。寝てる時点でダメだと思うんだけどな。どれが欲しいの？どこに行こうかな。さあ、行くとす。ナビゼルさん、前に借りた恋愛小説を読み終わったよ。おう、ちゃんと読んでくれたんだ。それで、どうだった？なんかすっごく難しかったかも。難しいってどのあたりが？これって砂漠の国の王子様と錬金術師の女の子の出会いから恋人になるまでの話だよね。砂漠じゃ錬金術に使う素材も手に入りにくそうだし、錬金術師やるのは難しそうだなって。そういう意味での難しい？まあいいわ。それで肝心の恋愛部分はどうだった？ちゃんとドキドキしたりときめいたりした？そういうのはよくわからなかったけど、でもとってもいいお話だったよ。最後は二人とも幸せになってほっこりした気持ちになれたしね。はあ、そうじゃないのソフィー。恋愛ってのはもっとこう事件なのよ。相手のことが好きで好きでたまらなくなって寝ても覚めてもその人のことばっかり考えてね。でも実際に一緒にいると胸の鼓動が高まって緊張して話しかけられない。
切ない感じが恋愛の良さらしいわ。わかる？よくわからないかも。ああ、まったく仕方のない子なんだから。まあ、私もあんまり偉そうなこと言えないけどね。知識だけで実際に恋なんてしたことないし。そうなんだ、ちょっと意外かも。好きな人よりも好きなことに一生懸命な性格でね。まあ、ソフィーと似てるのかも。こんなんでお互い恋愛とか結婚とかそういうのできるのかしらね。私は正直よくわからないけど、ナミゼルさんは心配ないと思うよ。そう？でもどうしてそう？ナミゼルさん。どんな人が相手になるんだか。こういうドキドキも恋愛のうちに入るのかしらね。どこに向かう？護衛は？ソフィーさん！アレットちゃん？一体どうし？まさか、壺割っちゃった？どう？落ち着いた？うん、嘘。よかった。それでどうして割っちゃったの？箱に入れて倉庫にしまってたんじゃなかったっけ？実は、倉庫を整理してたんだけど、壺の箱、結構大きくて、つい、その、邪魔と思って蹴っちゃって。あの音はトラウマもんだよ。かなり豪快に割れちゃったみたいだね。だって、この前まで置いてなかったんだもん。うっかり邪魔って思うのは仕方ないって。だから、お願いソフィーさん、あの割れちゃった壺を直して。そう来ると思ったよ。その割れちゃった壺のかけらとかって持ってる？必要かなと思って一応持ってきたよ。はい、これね。助かったよ。うん、この材質の壺ならなんとか治ると思うよ。素材集めはもちろん手伝うから、壺の修復お願いね。ひらめいた。作れるものが増えたみたい。何を作っちゃおう。材料あっと。まずはあれから。いや、それともパパッと仕上げちゃおう。できた。こんな感じかな。これで喜んでもらえればいいけど。早くアレットちゃんのところ持ってってあげよう。どこに行こうかな。よ、そろそろ掃除した方がいいのかな。でもまだ床は見えてるから綺麗だと思うし。よ、近くまで来たから顔出して。ソフィー、お前また散らかしやがって。うわー、片付けるから。今片付けるところだったの。ふっ、毎度毎度豪快に散らかしやがって。
錬金術で散らかった部屋を作ってやがんのか。うん、またお片付けしてもらっちゃった。何度もごめんなさい。本当に反省してんのか。たく、仕方のねえやつだなお前は。でもどうして片付けまでしてくれるの。やっぱり散らかってる部屋が嫌いだから。ああ、まあ散らかってるのは好きじゃねえな。けど、なんかお前って似てるんだよな、俺の妹にさ。妹？ああ、つっても外見は似てねえけどな、性格っつうか行動が似てるんだよ。好きなことにまっすぐなのはいいんだが、それ以外がとにかくダメで、しかもズボラでな。あいつもよく部屋散らかしてたっけな。おかげで片付けるのに慣れちまったぜ。そうなんだ。あれ？それって私が錬金術以外はダメダメでズボラってこと？今さらかよ。気づくの遅すぎだろ。どこに向かう？護衛は任せて。暗くね。はい、これでどうでしょう。すごいよソフィーさん、完璧に治ってるよ。よかった。壊れる前のを見てないからちゃんと元通りになってるか心配だったんだ。いやー、本当に助かったよ。ありがとう。早く売っちゃおう。え？売っちゃうの？せっかく直したばっかりなのに。置いておいたらまた壊しちゃうかもしれないでしょ。それに歴史的価値もあるから売るのは簡単だし。ちょっと待って。でもこれ修復とは言ってるけど、ほとんど作り直したものだよ。歴史的価値ってこの状態でも残ってるのかな。いやー、すごいよね。歴史的価値まで直せちゃう錬金術って。本当に治ってるのかな。私はよくわからないんだけど。私が言うんだから間違いなし。錬金術最高。問題になっても私は知らないよ。